よカジュアルでゴールですね。よろしくお願いします、はい、ではいただきます。うん、うまっ。大分和牛の特徴としましては、あの発酵食品を餌にしたりとか、お米を食べさせることによってお肉がまず柔らかくなるんですね。噛んでるうちにこう甘みも出てくる。そうです。甘いのが特徴ですね。品評会であの総理大臣賞とかを受賞してるので。ああ、そうなんだ。はい。ああ、美味しい。サプライズで。本当ですか。はい。いや、嬉しい。地獄蒸しと言いまして。地獄蒸し？はい。石礁というあの高層を引いてそこに入るという温泉があるんですね、別府に。入ったことある。あ、そうですか。これがですね、下に。下にあの石礁を引いてるんですね。で、さらにまさにこういうとこ入りましたよ僕。これはもう絶対ね、はい、うまいに決まってるわ。うん、ジュワーってね、はい、それで香りがジュワーって口の中いっぱいに広がりますね。そうですね。こう脂の乗ってるところでも全然その脂っぽさを感じないから食べやすくて、よく考えましたねこれ。歌舞伎の舞台はあのマイク使ってないんですよ。喉のケアが大事なんですね、はい、喉のケアってやっぱり牛肉がいいって言われていて。あ、そうなんですか。だからもちろん元気になるし、はい、舞台の前とかっていうのは結構人によっては朝からステーキ食べる人もいるんですよ。あ、そうなんですね。だから今日ねこんなにたくさんいただくの久しぶりなんですごい嬉しいですね。私中村獅童は大分和牛推し、この美味しさを広めるために奮闘いたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。もう大分和牛がこんなに美味しいっていうのを僕も初めて今回知ったんで、もうこれはね、もうぜひもう若い方からお年寄りまで、もうお肉も柔らかいんで幅広い世代の方たちにぜひ食べていただきたいなというふうに思いますね。肉本来の旨味がしっかりしてるから、お肉の甘みであったりとか、こんなに和牛って味わい深かったっけと思うぐらい、あのしっかりとしたお肉の味がしたので、とてもあの美味しかったですけど、はい、やっぱりね、何事もそうやってね、あの指名していただけるの嬉しいですし、やっぱりあのお肉、特に牛肉っていうのは我々にとってすごいやっぱ大事なんですよね。舞台で声を出す、つまり歌舞伎の舞台っていうのはマイクなしでの発声なので、牛肉はとても喉にいいと言われていて、疲労回復にもつながるし、なおかつ喉にもいいということで、あの積極的に舞台の最中は牛肉いただくようにしているので、とってもやっぱり今回ね、美味しいお肉も食べさせていただきましたし、選んでいただけてあのとても光栄です。やっぱり今日まで残るには様々な偉人の方たちのやっぱり努力もあったと思うし、残るには何かしら理由があるわけですよね。大分の方たちの大分和牛に対する愛情であったりとか、そういった人々の思いですよね。それがやはり100年続いているのではないかなというふうに僕自身は感じましたけど、私中村獅童は大分和牛推し、この美味しさを広めるために奮闘いたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。よ、皆様も大分和牛ぜひ食べてみてください。